ナムジュンパイク、ナムジュンパイク、ノムジュンペイク、漢字表記、白ナムジュン、1932年7月20日から2006年1月29日は、現代美術家、ビデオアートの開拓者であるとともに、その代表的な存在である。白が、名字で、南人志が名前なので本来は、テクナムジュンと表記されるべきだが、ドイツで活動を始めた時に名乗った名前が、 ナムジュンパイクであり、これが交渉として定着している。1932年7月20日、日本統治時代の形状、現在のソウルで、繊維業を営む裕福な家庭に生まれる。1949年、朝鮮戦争の戦火を逃れて、一家で香港に移住。翌1950年、日本に移住。1956年、東京大学文学部美学。 美術史学科を卒業。在学中から20世紀音楽に興味を持つ。卒業論文はアーノルト・シェーンベルク研究。大学の同窓生に山口正夫、宇波明がいる。1956年にドイツに渡りミュンヘン大学で音楽史を学ぶ。カール・ハインズ・シュトックハウゼンと出会い、大きな影響を受ける。また、 フライブルク高等音楽院で、ボルフガング・フォルトナーに作曲を学ぶ。1958年から1963年、ケルンの西部ドイツ放送協会電子音楽スタジオに、勤務。内科画廊の宮田氏の紹介で、ジョン・ケージと知り合い、大きな影響を受ける。1959年、デュッセル・ドルフのギャラリー22で、パフォーマンスアート、ジョン・ケージへのオマージュ。 テープレコーダーとピアノのための音楽を所演。1960年、ケルンのアトリエマリー・バン・ウェルマイスターで、パフォーマンス、ピアノ・フォルテのためのエチュードを所演。1961年、ジョージ・マチューナスと知り合い、フルクサスに参加。ヨーゼフ・ボイスら、多くのフルクサスアーティストと交流する。特に、ボイスとの友情は、終生のものとなる。1962年、 ケロンを中心に活動した破壊的なハプニンググループ、デコラージュに参加。中心人物のボルフ・ホステルと共に、機関紙を編集、発行。ハプニング、TV デコラージュは、パイクに大きな影響を与えた。1963年、ブッパータールのパルナスワローで、最初の古典、音楽の展覧会、エレクトロニックテレビジョンを開催。 画像を歪めたり白黒反転させたりした13台のテレビ受像機によるインスタレーンを展示し、世界初のビデオアート展と位置づけられる。日本で若い技術者の安倍修也と出会い、彼の協力で動く立体作品ロボット K-456 を制作し、翌年のロボットオペラにて発表。以後、安倍はパイクの最大の技術協力者となる。 1964年、アメリカに移住。女性ジェリストのシャーロット・モーマンと出会う。ニューヨーク・ジャドソン・ホールでの第2回ニューヨーク・アバンギャルド・フェスティバルで彼女との初ともパフォーマンス、ロボット・オペラを初演。以後、彼女はパイクの最大の共演者となる。1965年、ニューヨークのニュースクール・フォー・ソーシャル・リサーチで、古典。 NJ パイクマイナスエレクトロニック TV 実験3台のロボット2つの全箱1つの全館を開催ニューヨークボニーの画廊で個展エレクトロニック展を開催発売されたばかりでまだ画質が低く高価だった個人用ビデオテープレコーダーをいち早くアートの世界に持ち込みビデオアート流行の宣伝をつける1968年ニューヨークボニーの画廊で 古典、エレクトロニックアート E を開催。1969年、ニューヨークハワード・ワイズ・ガローでの展覧会、クリエイティブ、メディアとしての TV 展で、シャーロット・モーマンとのパフォーマンス、参加する TV、生きた彫刻のための TV らを初演。エレクトロニックオペラ第1番を制作。Q、23ディビット・アトウッドとの実験、ボストンのテレビ局、WGBH で、 放送を制作。1970年、4時間の衛星中継番組、ビデオコミューン WGBH で放送を制作。エレクトロニックオペラ第2番を制作。1971年、ニューヨークボニーの画廊で、古典、エレクトロニックアート e を開催。そこで行ったパフォーマンスをもとに、ビデオテープ作品、シャーロット・モーマント・パイク。 アベビデオンセサイザーを制作。1973年、ジョン・ケージに捧げる、グローバルグルーブ WGBH で放送、後ビデオテープ作品として再編集を制作。1974年、ニューヨーク・ボニーの画廊で、古典、エレクトロニックアート用の開催。1975年、ニューヨーク・マーサ・ジャクスン・ガローで、古典、 空中の魚空を飛ぶのはもはやしんどい魚さ。飛べ魚よもう一度を開催。サンパウロビエンナーレでアメリカのビデオアートに作品を出品。組曲212、ナムジュンパイク TV 編を制作。1976年、ニューヨークボニーの画廊で古典、空飛ぶ魚、ルネブロック画廊で古典、月は最古の TV を開催。ケルン芸術協会で大規模な古典。 ナムジュンパイク1946から76音楽ルクサスビデオを開催1977年ビデオアーティスト久保田茂子と結婚ハンブルク美術大学で教鞭を取るドクメンタ6に参加し TV ガーデンを発表シャーロット・モーマン、ダグラス・デイビス、ヨーゼフ・ボイスらと衛星中継パフォーマンスを行う1978年 デュッセルドルフ州立美術アカデミーで教弁を取る。同行で、ヨーゼフ・ボイスとのパフォーマンス、ジョージ・マチューナス追悼、ピアノ・デュエット・マイナス・ボイスとパイクを初演。東京のギャルリー渡り、現、渡りウム美術館で、古典、ジョン・ケージに捧げるを開催。パイクによるマースによる、マース、メディア・シャトル・モスクは、ニューヨーク、中国で切手の裏を舐めてはいけないを制作。 1980年、ギャルリー渡りで、古典、ビディアいろいろを開催。レイクプラシット80を制作。1981年、ギャルリー渡りで、古典、ナムジュンパイクが、ヨーゼフ・ボイス、ジョン・ケージ、マーク・カニンガムに捧ぐを開催。マイミックス81を制作。1982年、ニューヨークのホイット・ニー美術館が、ナムジュンパイク開古典を開催。 ロボット K-456 が自動車にはねられて、史上初の交通事故犠牲ロボットになるというパフォーマンスをった。アランとアレンの不平、ニューヨークのテレビ局、ダブルネットで放送を制作。アラン・カプロー、アレン・ギンズバーグとの共作で、プロデュースは、久保田茂子。1983年、パリ、エリック・ファブルガローで、古典、天のランデブーを開催。 1984年、ジョージ・オーウェルの小説、1984年にちなみ、ニューヨーク・パリカン衛生生中継番組、グッド・モーニング・ミスター・オーウェル、ニューヨーク・ダブルネット、パリ・ FR3 を企画作。アメリカ・フランス・西ドイツ、韓国で放送される。日本で、初の作品集、ナムジュン・パイク・タイム・コラージュが出版される。出版記念会で、高橋裕二。 坂本隆一、細野晴臣とパフォーマンスを行う。東京都美術館では6月14日から7月29日の会期で大規模な個展、ナムジュンパイク展、ビデオアートを中心に、を開催。同時期に、西部美術館で個展を開いていた、ヨーゼフ・ボイスと共にパフォーマンスを行う。1986年、東京、ギャルリー渡りで、個展、パイク。 渡り二重を開催。福井、相当宗弘本山永平寺に参戦し、メイドイン、永平寺、永平寺参加を制作。ニューヨーク、東京、ソウルを衛星中継した番組、バイバイキップリング、ニューヨーク W ネット、日本、JCTV を企画制作。日本ではテレビ朝日で録画放送された。1987年、 ベルリンの芸術アカデミー会員に選ばれる。ドクメンタ8に参加。1988年、ソウルオリンピックのために依頼されたビデオインスタレーション作品、多いほど良いを制作。現在は、韓国、香川市の韓国国立現代美術館に展示。ラップアラウンドザワールドを制作。1990年、フィラデルフィアの街頭にビデオアーバーが設置される。 1992年、ソウルの美術館と画廊で大規模なナムジュンパイク回古典が開催される。1993年、ベネツヤ・ア・ビエンラーレにハンス・ハー・ケラと共にドイツ館代表として参加。ドイツ館は禁止賞を獲得した。東京・ワタリウム美術館で古典パイク地球論を開催。1994年、ニューヨークのホイットニー美術館。 The Harvard Eyes Gallery で TV as a Creative Medium 展、フロリダのフォートローダーデール美術館でエレクトニックスーパーハイウェイ展を開催。1995年、公衆ビエンナーレでシンシア・グッドマンと共同でインフォアート95展を企画。1996年、コッペンハーゲン・スタテンズ美術館でビデオスカルプチャー、エレクトロニック・アンダー・カレンツ展を開催。 イースターの日に脳梗塞で倒れ、夫人の献身的な介護、リハビリ活動を経て以後車椅子生活となる。このリハビリの際の様子や韓国への帰省を久保田茂子が記録したビデオ作品、トリップ2コリア、セクシュールヒーリングがある。2000年、米韓で大規模な開護展。2004年、ビデオテープ作品、グローバルグルーブ2004、ワンキャンドルを制作。 2006年1月29日午前6時頃、アメリカ合衆国フロリダ州マイアミの別荘で死去。夫人と看護師が見守る中、静かに息を引き取ったという73歳であった。葬儀では、パイクが初期のパフォーマンスで、ジョン・ケイジのネクタイをハサミで切ったことにちなみ、参列者たちは、こぞって自分のネクタイを切り、パイクの棺に収めた。韓国では、パイクが 朝鮮戦争を逃れて出国したことや、米国に帰化していることで複雑な感情を抱く人が少なくなかったが、白南純美術館が着工する直前に伝えられた死去法には多くの国民が悲嘆にくれたという。美術館は後に2008年にソウル南港の竜仁氏市にオープンした。2007年、韓国放送公社は開局80年を記念し、 7月27日から12月30日、南寺市島にある同局内の特別展示ホールで、パイクの作品を集めた展覧会、ノム・ジュン・ペイク、ラパシディンビデオを開催した。おいのは、発明家、テレビパーソナリティで、パイクの晩年にマネージャーを務めた。1996年、音楽や美学のほか、前夜、道教などの幅広い思想。 哲学に通行していたバイクの一貫した芸術コンセプトは、開革精神、テクノロジーとエレクトロニックメディアの人間化、東洋と西洋のトールである。モニター積み上げ型のインスタレーションでは、テレビのニュース映像やポール・ギャリンなどの若手、ビデオアーティストに制作させた映像を使用したため、批判されている。しかし、単体のビデオテープ作品ではずっと自分で入念な編集を行った。 グローバルグルーブをはじめとした映像作品でマーシャル・マクルーハンが予言したグローバル・ビレッジを実現し、ラドヤード・キップリングの予言、イースト・イズ・イースト、ウエスト・イズ・ウエストを否定した。日本では美術評論家の伊藤淳二がパイクのビデオアートを熱心に称賛し、現代のレオナルド・ダ・ヴィンチと呼んでいる。2006年4月25日、道川市の国立現代美術館に、 展示されていた、コチズニという作品の中に、フランス語の、メール DU j a p ポ n 日本海という文字があり、抗議を受けて撤去された。小野洋子、赤瀬川玄平、松本敏夫、坂本隆一や、三宅一生との進行があった。ロックバンドボーダムズとコラボレーションしたコンサートを行ったこともある。坂本は、A、トリビュート 2NJP という曲を作り、 1984年のアルバム音楽図鑑に収録している。また、死去の後、世界で初のバイクツイートーイベントが東京で行われた際に、トリビュートツーノムジュンフェイクという新曲を作り、会場で流した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。